はい、皆さんどうもこんにちは、ゆると申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、ファイナルファンタジーの方で、ね、遊んでいきたいと思います。さあ、前回ベヒーモス倒してね、チョコボ乗ろうと思ったら逆にこっちがボコボコにされちゃったからね、さすがに次こそ倒そう。てか、ちゃんとね、ファイヤーのね、使い方ね、調べてきた。なんか、もともとドラム缶にファイヤーをして、そっから、なんか倒したらいいですよって書かれてたわけ、こんな感じ、説明が。でもファー、でもさ、でもファファイヤーって言いたすぎて、でもファーって言っちゃったよ。でもさ、ファイヤーのその、なんていう、使い方が分かんなかったわけ。で、調べたらね、これなんかね、ファイヤー、ここね、さっきさ、なんかエレメント吸収したじゃん。で、吸収したものを使って、なんか、ここのなんかこの、ショットみたいなところを埋めるやつ作って、で、なおかつそれを、装備しないとダメなんだって。で、それを知らないからさ、なんかアイテムとかさ、攻撃みたいな感じでさ、もう勝手にさ、その、ファイヤーできるとこっち思ってたからさ、何にも思わずにさ、ファイヤー探してたわけ。でもさ、ないわけ、明らかにそのファイヤーができるボタンが。なんじゃこれってなるじゃん。で、一回まあ、ボコボコにされるじゃん。で、ついに調べるじゃん。気づいた。そういうことじゃなかったっぽい。焦ったね。心の奥底から。でも大丈夫。もう、ご安心くださいませ。ついに、魔法使いますんで。で、ここで、ちゃんと、装備したら、我々使いますんで。しかも、1個とかじゃなくて、まあまあセットできるからね。お疲れさん。はい、オッケー、お疲れ。で、これ、ね、今のさ、その、あれした結果、お疲れって言われてたの、もしかして、ありがとう、優しいな。いや、まあ、それは、全然、まあ、いいんだが、しかし。簡単か？大丈夫かな？頼むよ、ほんと。けどさ、これさ、魔法使えることによってさ、どれぐらい差が出るんだろうね。前回はノー魔法だったけど、今回イエス魔法ですからね。頑張ろう。さ、一旦ね、敵の元に行かないとダメですから。これだけめんどくさいよな。もうそのままバトルになってもいいような気がするけどな。来るぞー。敵来るぞー。あ、これは毎回変わらないんだね。前回はさ、自分がさ、もうさ、敵がなんか出るの分かってるからわーって走ってたわけ。今走ってなかったけどね。もう勝手に走らされる系だね。いや、まあそれはいいとして、なんかもうバトルの時はちょっと緊張するな。やばいやばい、ちょっと待って、またオッケーオッケーオッケー、やばいやばい、ちょっとガードパリ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 、なんでなんでだよ、ここのそっからもなんでだよ、音が来た今。うっそー、むずいな。え、もうファイヤーいけた。やばいやばい、手貸せじゃねえわ、こっちのセーブだわ。もうなんか火が当たんないんですけど。あ、やばい、やられちゃった。でもさ、ファイヤーめっちゃ面白い、普通に。でもみんなどうやって当ててんの。ちょっと待ってくれ、確かに使い方は調べたけど、なんか狙い方は聞いてない。やばい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 、だってさ、敵がさ近くにいる状態でファイヤーしないとさ、当たんないじゃん、多分範囲めっちゃ広いのかな。あ、どっか行っちゃった。やばいやばいやばい、クロンプト頼むぞ、ほんと攻撃してくれ。待って、どこ狙ってんの。敵当たってる。なんか今びっくり、左の機械使うのかと思った。めっちゃカッコつけるじゃん。いや、それはいいんだけどさ、今から、やばい、このファイヤー、ファイヤー、ちょ、ボタン間違えた、ボタン間違えた、まあ、でもいいんだよ。倒してくれるんだったら別に何でもいいわ。でもいける？俺、前走。いけた？どう？どう？やばいよ、もう全員近く行った。うわ、いけー、当たってんの？ナイスかな？当たってたかな？今、ちょ、待って、上にファイヤー当てたい。行く？はぁ、いけた？絶対当たってないよ。すいません、めっちゃピンチだし、最終的にどうなったのか、すいません、めっちゃピンチ。ちょっと待ってくれよ、さっきどのドラム缶に当てたんだろう。ちょっと危ない、ありがとう、どうもありがとう、ぜひどうもありがとう、すいません。何でしょう、このドラム缶なんかあったかな、ふんに当ててるような気がしたんだよ。やばい、これマジどうやって、これ敵どこ行った、一旦これ触って、あっちか、全然どっか分かんなかった。これ一回回復させて飛んでって、爆弾とかもドラム缶あったらドラム缶使って、ドラム缶に当てたいんだが、しかし、あー、ちょっと離れられちゃった。待て、どれどれ、暗いから全然分かんないな。あー、ドラム缶って入んのかな、分かんねえ。いやー、で遠いなー、ちょっとドラム缶燃やしてやー。
くない？ちょっと離れたところから少しまずい状況、うん、やばいよ、敵どこ行っちゃったよ。これどこ行った、マジで考えろ。消えた、どこ、いや普通に手が震えてきた。あ、大丈夫か、少しまずい状況か。まあ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 、消えたよね、明らかに。これ敵いなくなったじゃん、これのせいでさ、ワンチャンさ、どっかさ HP 回復とか言ってないよね。それだけやばいんだが、あ、いたー、お前そんなとこにいたのか。これあ、いった、いった、やった、初めて爆発に成功した。こんな感じになるんだ、めっちゃ強いじゃん。もっと早く爆発させたかった。今なんで当たったんだろう、全然わかんなかった。いや、だってさ、1回目もさ、2回目もさ、全部さ、姉でつもりなんだから、こっちは。まさか正解は全然当たってませんけどね。焦った、よかった。あ、待って待って、焦って。もうさ、味方のさ、攻撃さ、中じゃ当たってるのか当たってないのかよくわかんないんですけど。当たってるなのかな、どういうあれなのか、全然気にわからないんだ、しかし。なんでもいいわ。思ったより攻撃できるな。ちょっと待って、ピンチじゃね、すいません。助けてください。ありがとう。ガチ系。何やってんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい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 。しっかりしろ、ブロンコ。初めて仲間助けられた。ちょっと待って。ブロンコっていうのやられるかと思って、急ぐ。ブロンコだー。やばいね、普通に。ちょっと待って。ちょっと待って、ブロンコと、大丈夫、いける？おっと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 。やばい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 。ドクターは？ドクターは？ドクターは？ちょ見えない見えない見えない。ドクターは？敵は？やばい、一回隠しよう。待てよ。敵は、あ、近ー。当たるの？しかし攻撃。当たらないんだったらいいんだが、しかし。やべえ、爆弾当てるのは気になるか。一回殺しようか。あ、今ちょうど。てめえ。場所ちょうどいいね。ちょっと待って、遠目だ、お願いお願い。行ける位置はそこじゃない。マジ当たんない。やばい。ちょっとピンチすぎる。やばいね。半分召されちゃってんな。召されてるけど。ピンチすぎる。おい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 。プロンプトも大事だけど。おい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 、主人公助けろい。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺が倒れちゃ話になんねえよな。しかし。プロンプト治ってんじゃん。よかったよかった。まあ、それはいいんだが、しかし。ちょっと待てよ。どうしようかな。困ったな。全然ファイヤーが当たんねえな。もっと当たるはずなんだけどな。いけた？あ、いいですね。なかなかなんか今入った感の表現。うわ、なんだ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 。あ、倒した。やった、いけたー、やったー、長かったー、やったー、やったー。全然はやってらんなかったけど。俺らってさ、キングスナイトみたいじゃない？キングスナイト急に、ゲームもいいよ、離れろ、それ何か知らないから。いいよな、キングスナイトやってみないけどな、何かよく分かってないからな。うわー、ガチ嬉しい、早く帰れない。嘘だろ、え、マジ車、え、マジ飛べないの、やられた。へー、マジかよ。ちょっと正直な話、車に飛べるともう思い込んでたわ。へー、マジか。どうしようかな。帰り道の方やばいぞ、完全に帰り道が全く分かんない。すいません、帰りたいんですけど、お家に、家ではないけど、すいません、お車まで、ちょっと我々帰りたいんですけど、絶対どっかに帰り道あるはずなんだよな。どっから帰るんだろう。来た道をそのまま戻ればいいのか、実際奥になんかまだ道があんのか、よくわからないんだよな。おお、急に、どここれ、なんか急にガッサン言ったけど、なんすか。こちらに飛べない。全然、ずっと飛べねえじゃん。あ、マップが切り替わった。あ、そういうこと、なんか、そのね、どこっていうか、これ多分、あ、戻れる戻れる戻れる、いいですね、とてもいいですね。そういうのをとても待っていた。やったー、早く帰ろう、早く帰って方向に行こう。チョコボに乗りたい。すいません、チョコボお願いします。帰るん、なんだ、どうした、またおめえか、どうした。ん、夜通しで疲れも溜まっただろう、うん、この辺で一度休憩しよう、うん、そうだな、休憩は大事だけど、その休憩する場所が欲しい。え、すみません、休憩する場所が欲しいんですけど、すみません。え、あれ、なんか建物近くね、
ね、これこんな近い距離だったの。あ、全然気づいてねえわ。マジかよ。あ、でもこれ、あ、すいません、あの、すいません、入れてほしいんですけど。あ、いけたいけた、危ない危ない危ない、ビビった、一瞬入れない。なんかチョコ持って帰ってね。君たちが退治してくれたんだよ。あ、これここだったんだ。全然気づかなかった。やったー。みんなを代表して俺を乗せてくれ。でもこれでね、チョコも、ね、乗れるようになりますんで、我々。本当にありがとう。じゃあ、チョコも。やったぜ。もちろん。嬉しい。君たちならいつでも貸し出すよ。うわー、やったー。心配してたところだ。倒したー。長かった。お金結構手に入るのいいですね。まあ、強かったもんな。やったー。やったー。早速乗ってみようよ。乗った、乗りたい。あ、待って、おチョコもめっちゃいいね。そう、右右右右右、ちょ、もうちょい右見て、もうちょい右見て。あ、チョコもいっぱいいる、チョコもいっぱいいる。さっきまでずっといなかった誰かの人。何、いらっしゃいませ。ショップチョコもカスタマイズ。あ、チョコも餌。あ、バフかけられるんだ。へー、この人が作ってんのかな。あ、出た、久しぶりに見た。うわー、マジか。またいらしてくださいね。いいですね。内容によってね、内容によって、違う違う、食べるものによってバフの、あ、いっぱいあるね。うん、わー、めっちゃいいじゃん。ご利用ありがとうございました。やった、もうかわいい。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。